はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じのというかコックコートを着てるんですけども、 T シャツじゃなくてですね、コックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。なんですけれども、ちょっとチーズキッチンというお店ですね、飲食店ということもありまして、ピザ屋ということもありましてですね、ちょっと今の時期ですね、ちょっとだけですね、臨時休業が増えたりとかしていてですね、一緒に別にやっているですね、ワールドベイクドチーズケーキというチーズケーキ屋の方でですね、ちょっと大量調整、大量発送というのもありましてですね、そちらの方をやっているので、まあ、T シャツでお届けしているというような感じになります。オリジナル T シャツなんかも作ってみちゃったり、しておりますということで、はい、本日はですね、G100 ですね、ルミックス G100 に今、ズミルックスの、F1.4、12mm のレンズですね、使って撮影している形になるわけなんですけれども、こちらの方を使っていく中でですね、やっぱり少しずつですね、不満点というよりかはですね、ちょっと足りないものっていうのが出てくるっていうのもありましてですね、で、こちらの方じゃん、はい、今まさにね充電しちゃってますけれどもね、はい、デュアルチャージャーですね、バッテリーチャージャーとバッテリーですね購入してみましたということで、こちらの方紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、まあ、今回ねバッテリーだけのっていうわけではないんですけれども、はい、まあ、いろいろね、G100 使っていく上でですね、すごくね、G100、私にとっては非常に相性のいい機種だな、というふうに思っておりまして、もともと最初は iPhone 11 Pro で撮影していたもの、まあ、その前は一眼レフでちょっと撮影してみたりとかっていう時期もあったんですけれども、iPhone 11 Pro で撮影してから、ZV-1 購入しまして、で、結論、なんだかんだで、今、G100 というふうな形になっております。で、G100 をですね、ちょっとメイン機に据えたいなというふうに考えている中でですね、まあ、いろんな設定、ちょっと今ね、設定チェックもしているところでですね、今、AF カスタムというですね、AF 性能っていうのをですね、どういった形でやっていくとですね、見やすい、まあ、映像ですね、になっていくのかなというふうにも思いましてですね、今、駆動速度っていうね、要は、ピンの合いの速さっていうのを、今度は、この間まではね、ちょっとね、遅くしてたんですけれども、今度はこれを最大にしてみまして、はい。で、追従感度というものですね。追従感度というものを今、最低という形にしています。はい。この辺に多分ね、文字多分出すと思いますけれども、そんな感じで撮影している動画の中でですね、いろんなものを紹介していってですね、その上その辺の、チェックなんかもですね、やっていってですね、もしやこういった風な設定、ピンの合いの速さとかですね、まあ、追従感度っていうのはですね、多分、まあ、その粘りとかっていうのが書いてあったのですね、そのピンをどこに、定着させて、それを追っていくのかというふうな、追っていき方の、まあ、追っていき方の、なんて言ったらいいんですかね、追従感度っていうような説明になってるみたいなので、まあ、その辺もね、確認してみていただければと思いますので、無駄にちょっとね、前に動いてみたりね、後ろに動いてみたりなんかしてますけども、はい。ということでね、まあ、今回メインで紹介させていただくのはこちらの方、はい、じゃん。はい。デュアル、チャージャーですね。バッテリーチャージャー、バッテリーをこういった形で挿してね、こういった感じで充電できるというふうな形になっております。G100 のですね、パナソニックのルミックスのこの型番のですね、後で、型番は多分ね、ネットのというかアドレスにね、載せておきたいと思いますけれども、まあ、これが、同時に2つ充電できるんでね。で、今ね、まさにね、G100 で撮っておりますので、まあ、これがね、もう1個あるっていうふうな形で、全部で3本構成で、今、こちらの方の撮影をするようにしています。というのもですね、まあ、まあ、よく比べられるっていうのもあるんで、本当だったら全く別個の機種として考えていきたいところではあるんですけれども、まあ今 V-ROM カムとか言われている ZV-1 とかですね、あと、まあこちらの方の G100 とかですね、電池の持ちが悪いっていうふうに言われてるんですけども、まあここまでコンパクトに作ってるんであれば、ね、コンパクトに作ってるんであれば、やっぱりどうしてもね、バッテリーの持ちが悪いのはしょうがないのかなっていうふうに思うわけなんですけれども、まあ、蒸し返すようにはなるんですけれども、
ZV-1 ね、こういうね、三脚的なもの、ね、実際にシューティンググリップとかも売ってるじゃないですか、一緒に。ね、まさに、あれですよ、G100 も売ってますけど、一緒に売ってますけど、ね、あれ1万円もするんですけど、あれ取り付けたままだと、ZV-1 ってバッテリー交換できないんですよ。ここの横のね、この辺からパカッて開くんでね、これ全部ね、必ずね、くるくる外してね、外してからじゃないとバッテリー交換できなかったんですよ。いやー、なんともね、ちょっとね、どうなんだっていうようなところはあるんですけれども、G100 ね、G100 は実際にこういったものにつけたままになっていても、綺麗にというかね、これをつけたままになっていても、そのままに、バッテリーを交換すること、メモリーカードを取り扱うことができるようになっておりますので、今ね、ここで横で見てますけど、モニターのね、部分でね、バッテリー減ってきたなーっていうふうに思ったらですね、バッテリーを交換しなければいけなくなるというふうな感じになるわけですね。なので、こういったものですね、必要になってくるわけなんですけれども、まあ、バッテリーね、どちらにしろカメラで撮影するときでも、今 ZV-1 のは持ってないんですけど、α7 私、スチール撮影って撮影用にっていうカメラ撮影用には ZV-1 ではなくて、すいません、α7 を持ってるんですけれども、まあその α7 を、まあ、使うっていうときでも、やっぱりバッテリーは持って、持ち歩いてるんですね。やっぱりバッテリーがないと撮影できないとなった時に、ああもうここでってなった時に、やっぱりバッテリーっていうものが絶対的に必要になってくるので、まあ、替えのバッテリーって絶対必要だよねっていうふうなことも考えると、まあ、今後のね使い方がどのように変わっていくかというのは、私もまだまだこれからっていうところではあるんですけど。ただね、バッテリーは絶対替えのバッテリーは必要かなと思ったので、こちらの方のバッテリーを買ってみたところでした。やっぱり正解というふうな感じでね、今ね、結構、仕事が立て込んでるんで、撮れる日っていうのをきちっと決めてね、撮れる日にガーッとね、連続的に撮るんですけれども、今ね、3本目のバッテリーです。はい。バッテリーはやっぱりね、3本あってよかったなと。いうふうに思っておりまして、今ね、充電の方ね、しながらっていう形でやってますけれども、こういった形でね、このバッテリーね、ここにね、ちゃんとね、どのぐらいバッテリー充電できてますよっていうのがですね、ちょっと今、ペカペカ光ってますけどね、こんな感じで出てくるので、どのぐらいで充電されたのかなとかっていうのがわかりやすくなっております。ただですね、安いのを買ってるので、充電が終わったら、終わった時点で抜いてあげないと、結構ね、モバイルバッテリーの、ね、電源がね、かなり減ってる気がするな。多分過充電はされてないとは思うんですけれど、なんかね、バッテリー充電されたらストップっていう機能がね、ちょっとこれにはないかなと思ったので、なのでもしね、私はね、バッテリー充電されたらあとそのままピッてこう抜くって、ちょっと見ておいてね、ピッて抜くようにしてはいるんで、あんまりそこら辺気にしない人間なんでいいんですけど、まあ気になる方であればですね、純正品じゃないものでもしこういったものを購入されるってことであれば、まあバッテリーがね、充電されたらきちんとストップされるのか、ストップされるというかですね、バッテリーが、バッテリーの供給、電源の供給っていうのがですね、一旦、あとストップするっていう形になるのかどうかっていうのまでチェックして購入されるといいかなというふうに思っております。はい。どうですかね、という話をしながらですね、まあ、駆動速度と、ピンの合いの速さと、あと、追従感度っていうのをですね、変更して、ピンの合いの速さを、最大で、追従感度を最低の状態ですね。ピンを合わせてこないようにしてるっていう風な設定になってるようなんですけど、いつもの動画とどのぐらい違ってくるのかなーなんていうのをちょっと思いながらやっているところでした。はい。で、今ですね、今後の話も含めてなんですけれども、多分、まだ、確定ではないんですけれども、なかなかね、写真撮りにも行く時間がないんですよ、なかなか。なんですけど、ただどうしても、もうそろそろね、紅葉もね、綺麗になってくる時期なので、まあ、撮影、
ね、時間取って朝早く起きたりとかしながらでもなんとかね、取りに行きたいなーなんて、ね、時間、仕事の時間はなかなかね、削れないんで、あとは寝る時間削ってでもね、行こうかな、なんていうふうに思ってるところではあるんですけれども。まあね、仕入れのついでにね、ちょいちょいっていう形で撮影してくるなんていうこともできるかと思いますので、まあそんな感じのこともやっていければなと思ってはいるんですけれども、まあ今のところですね、今のところ、動画撮影用にっていうことで、ズミリックスの、今、先ほどもご説明した通りで、ズミリックスの F1.4 の 12mm ですね、こちらの方に使ってるわけなんですけれども、まあね、まあ、ええんですけど、高いんですね。G100 とほとんど値段が変わらないっていうね。G100がもう1台買えちゃう値段でレンズ買ってるっていう状態になってるので、なので、まあ先日紹介させていただいたこちらですね。はい。こちら。ピン来るかな。はい、どうぞ。ピンなかなか、どうでしょう。おピンが、やっぱ設定変えたんでちょっとピンが来にくいのかな、どうなのかな、ちょっとちっちゃすぎて来ないのかな、どうかな、これに合わせていく感じ。あ、行きましたね。たまーに、やっぱりたまーにですけどね、ピンがね、合わなくなっちゃうっていうのはありますけど。はい。こちらのレンズ。はい。こちらは F2.5 の 14mm ですね。前の撮影で使いました。また次ね、これからの撮影ね、これでちょっと撮っていこうかなーっていうふうに思ってますけれども、これでも撮っていこうかなと思ってますけれども、まあ背景のボケね、確認しながら動画の、なんといってもね、軽さが全然違う。後でね、比較動画みたいなものでね、上げていこうかなっていうふうに思いますけれども、まあさすがに撮りながらなんで、なかなか比較動画上げられないんですけれども、ね、12mm と 14mm の違いですね、まあ、ボケの違いかな、一番はね。フォーカスの違いはあんまり感じないんじゃないかなって、今のところ体感的にはそんな感じしますけれども、そんな感じでやっていくのと、あとはですね、カメラの撮影の方ですね、やってみてね、ちょいやってみて、まあ、まだ室内でしか撮ってないですけれども、まあ、意外と、マイクロフォーサーズいけるんじゃないかな。いわゆる、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、フルサイズの α7 と戦えるんじゃないかなという風な気持ちでおりましてですね。はい。ということで、そちらの方とね、比べるためにもこちらの、はい。あれ、まだ紹介してないですよね、多分ね。はい。レンズなんですけれども、はい。こちらの方のレンズ、ですね、F1.8 のですね、25mm ですから、まあ、35mm 換算でいくと 50mm になるんですけれども、こちらの方のね、まあちょっと私もこれまだ読めないんですけど、まだね、こちらの方のメーカーですね、結構かっこいいんですよ。私、オールドレンズ好きなんで、オールドレンズっぽさがあって、すごい、私かっこいいなって。特にね、これね、ルミックスにつけると、また G100 につけるとね、またね、サイズ感的にもぴったりいい感じなんですよ。まあ、重さはちょっと重たいんですけれども、こういった感じのレンズをね、使ってみたりとかですね。あとはね、ズミルックスの、F1.4 のですね、25mm ですから、まあ、これと同じですね。まあ、同じというか、これは 1.8 ですけど、1.4 のズミルックスの、ライカ、パナライカレンズ、ですね、35mm 換算で 50mm 撮れるレンズっていうものがありまして、それをこれとですね、比較した写真のですね、作例なんかも上げながらですね、動画撮影の方も今後もやっていきたいなというふうに思っておりますので、また別の動画もね、見てみたいっていうことであればですね、もしよろしければですね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ、私非常に嬉しいです。今後ね、G100 のですね、動画、G100 で撮った動画、G100 で撮った、カメラ、作例とかですね、そういったものもバシバシ上げていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。